皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もアニレボやっていきましょう。元気よく挨拶したけど、おや、どうしたんですか、岸さん。ため息なんかついて。ちょっと聞いてくれよ。何か嫌なことでもあったんですか。そうですよ、岸さん。元気を出してください。ああ、大胆なビリーパロ、ありがとう。いやね、以前学校でさ、この BOSS ボスを改造して戦わせるっていう授業があったのを話したっけ。ああ、それなら聞きましたよ。クラスの班ごとに BOSS を改造したんですよね。見事アキスさんの班が作ったボスレックス、スラップテイルが入賞したんですよね。いや、そうなんだよな。なんでそんなにテンションが低いんですか。スラップテイルが褒めてもらえたのは嬉しいんだけどよ、お家に帰ってスラップテイルを量産してこいって校長先生に言われたんだ。そんなパーツこのラボにはありませんよ。パーツ代はもらえたんですか。いや、もらえなかった。ただで作ってただでよこせっていう話ですか。そうなんだよ、めちゃくちゃだろ。しかもそれだけじゃねえんだ、聞いてくれよ。まだ何かお願いされてるんですか。なんだか怖くなってきましたね。何をお願いされたんです。ああ、それがな、前回は BOSS ボスを改造して、はい、BOSS レックスにしたけれども、今度はこのスパイダーを改造して新しいやつを作れって言われたんだ。そういう課題が出たんだよ。課題というか、ただの無茶ぶりですね。うわー、このスラップテイルみたいにいい機体になったらいいんだけれどもな、スパイダーを改造しなきゃいけないとなると、これまた時間がかかりそうだ。スラップテイルもあと9体作らなきゃいけない。そんなパーツどっから調達すればいいんだよ。スラップテイルの量産にスパイダーの改良機を作る、2つのことを頼まれているんですね。ああ、そうなんだよ。無茶ぶりにも程があるぜ。くそ、あの校長、次やったらただじゃおかねえ。アキさん、ビリーにナイスアイデアがありますよ。お、ほんとかビリー。まずスパイダーの新型をサクッと作って、そのスパイダーの新型でパーツを集めるというのはどうですか。いや、サクッと作ってって、お前そんなサクッとできるわけないだろ。それにスパイダーの改良機を作るのにもまたパーツが必要だ。うん、そうですかね。うまくスパイダーを改造すれば少ないパーツで改造できるんじゃないですか。なるほど、そうですよ、アキさん。スパイダーを組み替えるんですよ。スパイダーの組み替えか。まあ確かにスパイダーは今倉庫にあるけど、あれを改良するのか。はい、もうそれしかありませんよ。んじゃあちょっと倉庫に見に行くか。あー、アキさん、ありましたよ、スパイダーです。なんだか埃をかぶってそうですね。あのスパイダーを改造して新型のスパイダーを作るか。これまた無茶ぶりが過ぎるぜ。アキさん、まだ全然動きますよ。燃料さえあればこのスパイダーもまだ戦います。あー、そうだな。一応隣の倉庫にも改造パーツはあったな。パーツが全くないと思っていましたが、なんとか作れそうですね。サクッと改造しちゃいましょうよ、アキさん。お前までサクッと改造とか簡単に言うなよ。スパイダーってちなみにどういう機体だったっけ。おさらいしていいか。ああ、そういうことでしたら僕がテスト相手になりますよ。おう、悪いな、ビリー。スパイダーは大きく分けて4つのパーツで構成されています。ベースは4つの足をガシガシと動かして移動するスパイダーベースですね。スパイダー、雲なのに4つ足なのか。はい、そうです。メインウェポンはサンダーボルト、電撃ビームを発射するド派手な武装ですよ。ああ、これはよく使うよな。そして神風ドローン、この小さな箱の中にはドローンが3機詰まっています。これもなかなか使えるよな。そして最後は敵の動きを拘束するプラズマフィールド発生機。正直これが一番強いかもな。相手の動きを止めながらドローンとサンダーボルトで攻撃する、これがスパイダーだったな。おい、アキさん、早くスパイダーと戦わせてくださいよ。こっちは大胆に地味にこうやって増えてってるんですよ。ちょっとずつね。あんま今日は大胆に増えてねえな。よし、行け大胆なビリー。いや、スパイダーはこの4つ足でね、サンダーボルトを発射しながらドローンと、はい、このね、プラズマフィールド発生機で敵を拘束しながらこうやって戦うんだ。いや、なかなか攻撃的なユニットですよね。うん、多彩だよな。お、神風ドローンが浮いちゃってるぞ。いや、面白い機体だな。よし、おさらいは完璧だ。
早速このスパイダーを改造しよう。お手伝いしますよ、アキさん。ビリーさんはやられてしまいましたからね。やつは役目を全うした。ありがとう、ビリー。よーし、早速スパイダーを改造していくんだけど、まずはちょっと分解しようかな。はい、こんな感じでパーツを一旦取ってと。あれ、取っちゃうんですか？いや、少し考えがあるんだ。今のままじゃ四つ足でスパイダーっぽくないだろ。スパイダーは雲ですからね。重たいです。頑張ってください、ビリーさんたち。ここをこうして、うんうん、なるほど、いい感じだな。おい、大胆なビリーたち、早く持ってこいよ。まったく、アキさん、ビリー使いが荒いですね。もう重たいんですよ。重そうなパーツを片手で持っていますね。さすが筋肉ビリーさんです。でもこれは重たいです。おお、結構パーツあるじゃねえか。おい、ビリー、早くその支柱をくれ。ここにはめたいんだ。おお、できてきてるじゃないですか。すごいですね。スパイダーの足が4本から8本に増えています。これが一番今回やりたかったんだよな。なんてったってスパイダーだからな。アキさん、こんな感じでいいですか？いや、後ろ足はあと30度寝かせてくれ。わかりました。じー。おい、大胆なビリー、じーっと見てないで手伝え。手伝ってるじゃないですか。あんなに重たいパーツを持ってきたんですよ。もうすべて運び終えました。運び終えたんだったら次はボルトを締めてくれ。仕事は山ほどあるんだぞ。もう本当にビリー使いが荒いですね、アキシさんは。んこうですか？ビリーさん、それは締めすぎです。もっと優しくですか？じゃあこうですかね。おい、ビリー、ワッシャーつけ忘れてるぞ、まったく。もう、私はエンジニアではありません。テスト役ですよ、大胆なビリーは。早くテストさせろ。わあ、ビリーさんが怒って悪魔化してる。悪魔化してんじゃねえよ、ビリー。よし、これでオッケーだ。ひとまずこれでビリーテストしてみるか。テスト？本当ですか？やってやりますよ。でもアキさん、この足ちゃんと動くんですか？飾りの足じゃないですか、これって。連動するかどうかのテストをちょっと見てみたいんだよな。ビリー頼んだぞ。わかりました。本日2度目の大胆なビリー大胆に増殖。あー、そんなもんか。もっと増えられないのか。これが最終テストじゃないでしょ、アキさん。ザンビリーは限られてるんですからね。あと100ビリーしか増えられませんよ。あー、まあそんだけいれば大丈夫だな。よし、パワーアップした。スパイダーベース見せてやるぜ。おー、いいぞいいぞいいぞ。ほら、4本足でちゃんと動けてるぞ。さあ、小型のね、サンダーボルトも装備したからな。あんだけ大きかったサンダーボルトをちょっと小型化して付け直してみたぜということでね。おー、いい感じじゃねえか。十分これでもスパイダー感あるぞ。ああ、よし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 、結構かっこいいぞ、このままでも。よし、これをベースに神風ドローンや、そしてプラズマフィールド発生機、もっと雲っぽくするぞ。さあ、どんどん改造していく。いやー、なかなかすごいですね。ちゃんと動くんですね。いやー、ビリーびっくり。あー、踏まないでー。ガーク、足を増やしたらうまく動かないかなと思ったけど、いい感じだったな。よし、こいつをもう一気に仕上げるぞ。みんな、改造がうまくいったらチャンネル登録高評価よろしくな。よし、スパイダーを完成させていく。はい、行くぞ。せーの、バーン。ということで完成しました、エレキスパイダー。いや、完全にこれ雲だろ。どっからどう見ても雲だ。そうですね、雲ですね。いやー、なかなかかっこよくできましたね。ところでアキさん、この背中のプラズマフィールド、少し変な形をしていませんか？いやー、これすごいんだぞ。あと後ろのお腹も見てくれ。神風ドローンを大型し化してお腹に見立てたんだ。おお、すごいかっこいいですね。この中からドローンが大量に出てくるんですか？おお、その通りだ。察しがいいな。名付けてエレキスパイダー。こいつでどんどんパーツを集めるぞ。パーツを集めやすいようにこれも装着したんだ。ワイヤーガンですね。ああ、そうだ、雲といえば糸、それをワイヤーガンで表現するんだ。なるほど。よし、パロ、大胆なビリーはやられちゃったから今日はお前がテスト役だ。あと100ビリーいるって言ったじゃないですか。いや、多分リスポーンには時間がかかると思うぞ。
よし行け、エレキスパイダーパローを破壊するんだ。いけ、おお、すごい、ドローンとか、ほらこのビリビリすごくないか。回転しながら敵の動きをね拘束するんだ。おお、パローでもなんか生き残ってるぞ、すごいな。さあスパイヤーはですね、各足にそれぞれ HP があるからな、全ての足を倒さないとスパイダーは止まらないぞ、ということでね。おお、パローがやられそうだぞ。あー、パロー大丈夫か。いや、うまくね、はい、かわしてますね。いやー、エレキスパイダーなかなかいい感じにできた。あー、パローが粉々だ。ごめん、いやー、やっちまったな。すごい回ってるでしょこのプラズマフィールド発生器、かなり強いんだぜ。アキさん、ひどいです、粉々にするなんて。その状態でお前よく喋れるな。まさか私がテスト役なんてひどいですよ、まったく。そう怒るなって、テスト結果は上々だぞ。よし、エレキスパイダー、モリモリの森に行って機械獣たちを狩るぞ。そしてパーツを集めるんだ。私も危うくパーツとして回収されるところでしたよ。いいパーツを装備してる機械獣はいねえかな。おお、あいつはセイバーマンティスじゃないですか。見つかったら最後、巨大なビームサイズで捕らえられてしまいますよ。おお、相手としては不足がねえ。行け、エレキスパイダー、やつを拘束してパーツを剥ぎ取るんだ。クモとカマキリ、どっちが強いんですかね。いけ、ドローン展開、よっしゃ、セイバーマンティスを捕獲しろ。おお、すげえ、バラバラだ。おい、剥ぎ取りすぎだぞお前。よし、こんだけ手に入ればかなりいいぞ。よし、回収したパーツをスラップテイルのパーツボックスにも入れてと、これでラボに持ち帰るぞ。アキさん、この声って、ああ、やばいな、サイボーグダイナソーの声だ。カルカロドントサウルスのサイボーグ、カルカロドリプルスじゃないですか。あー、大丈夫かな、こいつに目つけられたらヤバいことになるぞ。ファイルバンカーで風穴開けられる。アキさん、撤退しましょう。いや、ちょっと待って、相手がカルカロドリフォロスだとしてもこっちは3人だ。カルカロドリフォロスは凶暴で強敵だけれども、なんとかあいつも倒したらパーツがごっそりもらえるぞ。倒せたらの話ですよね。よし、カルカロドリフォロスを倒せ。よっしゃ、エレキスパイダーで相手の動きを止めつつ、スラップテイルのミサイル攻撃で倒すんだ。うわ、カルカロドリフォロス、やっぱサイボーグ恐竜なだけあってめちゃめちゃ凶暴だな。スラップテイル大丈夫だ。いや、よく考えればお前も恐竜型じゃねえか。うわー、倒した、カルカロドリフォロスのパーツゲットだ。大量大量。よし、俺はこの物陰に隠れててよかったな。いや、スラップテイル、エレキスパイダー、よくやってくれた。よかったですね、アキさん、これでスラップテイルを量産できますね。あと9体も作れるかどうかは謎だけどな。パーツも手に入ったし、スパイダーの新しい改造機、エレキスパイダーを作ることができた。これでドヤ顔に学校に行けるぜ。校長先生をあっと驚かせてやる。いやはや、まったくとんでもない校長先生ですね。そうなんだよパロー、まあ何はともあれこれからいろいろなユニットを作っていきたいもんだな。そうですね。はい、というわけでですね、今回はエレキスパイダーをですね、スパイダー改造して作ってみました。いやー、もっとよりスパイダーをスパイダーっぽくなったらできたらなと思ってたんでね、よかったです。いやー、てか襲われてんじゃねえか、エレキスパイダーに。アクシー、はい、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。いやー、この回転するプラズマフィールドマジで強いけど倒せた。あー、てか壊しちゃった、やべー。さあ、今日も最後にじゃんけん T-Rex やっていきましょう。いきますよ、最初はレックス、じゃんけん何が出てくる。出てきたのはパーだ。おい、大丈夫か、勝てんのか恐竜に。スパイダーがよ、ということでね。いやー、皆さん今日も動画最後まで見てくださってありがとうございます。うわ、すげえ、動きを止めてるからな、エレキスパイダー。足がもげちゃってるけど大丈夫。わー、じわじわと毒をね、相手にね、はい、あー、壊された。ドクロが出てきた。それではまたねー。お、なんかT-Rexの頭にドローンがくっついてかっこよくなってる。